どうも、こだまるです。キータロです。キータロ TMI なんですけど、なんか以前、まあ、BE:FIRSTとか ZAZZ とかどこかで僕散歩してますみたいな、最近散歩始めましたみたいなこと言ったと思うんだけど、ちゃんとね、継続してまして、うんうん、うん、今日もしてきたんだけど、なんかやっぱりさ、物事って習慣づくまでが大変じゃん。うんうん、やっぱもう寒くなってきてさ、ちょっとだるいなみたいなことを考え、なんか頭ちらつくんだけど、いや決めたから行こうみたいな、とりあえずちょっとは出ようみたいな。おお、えらいえらい。そうで、最近習慣づいてきたから、なんかすごい楽しくなってきた。いいね。でもさ、寒くない最近夜？あー、でもね、まだギリギリ、まあそうだ、肌寒くはなってきたね。でも歩いてるとちょっとポカポカしてくるから。うん、そっかそっか。そしたら意外といい感じだね。なんか私が、片や私はさ、筋トレがもう断念なっとるわ。もう今止まっとるわ。止まってらっしゃる。なんか一日の中でなんかこういろいろやるじゃん。そしたら全然なんか気力がもうさ、全部削られて気力ってなっとる。気力さ、習慣むずいよね本当に。そう、習慣づくっていうところ。うん、そうだね。やっぱ習慣づくまでやるのがね。そう。うん、やっぱ言わ、いろんな言い訳があるからさ。なんか気分変わるよね。なんて言うんだろう、外の空気、特にさ、太郎さんなんてさ、在宅だから家にいること多い中で、うん、外出たら結構気分すっきりしそう。そうだね。いや、ほんとほんとさ、出ない日マジで出ないから、うん、マジでなんかさ、その iPhone でさ、その歩数とか見てるんだけど、もうほんと出ない日とか、うん、10歩とかなんか、いやいやいやみたいな。ちょっと携帯持ってそこら辺歩いただけみたいな、家の中。10歩やばい。そうそうそう、とかね、そういう日がちょっと多かったから、うん、だから本当に、うん、いい運動にもなるし、気分転換にもなるし、なんか考え事とかもできるし、いいですよっていう話です。わあ、ちょっと羨ましいから私も頑張ろうっていう気になるわ。なんかそういう刺激もらうと頑張れるから、すごい、もっと言ってほしい。ありがとう。分かった、じゃあ毎日言うね。プレッシャーに感じそう。でもありがとう。うん、じゃあ今日は追っかけザストシャープ19の1の2について話していきます。まあ、前回まではファイナル前のインタビュー、最後のインタビューで、まあ、マナトのところ3人目まで来たね。まあ、でもさ、出てくる言葉がさ、なんか、なんだろう、このオーディションの、なんだ、ありがたみというかさ、うん、なんか出会えてよかったみたいな、そういう感じじゃん。そうね。なんか結構さ、その、社長とのお手紙シーンとかでも、まあ、そういう場面ではあったけど、すごいやっぱいいオーディションだよね。いや、ほんとそう。なんか、すごい伝わってくるよね、表情とか言葉とかさ。まあもう今まで見てきた過程では分かるんだけど、うん、改めて本当にこのボーイズたちにとって必要だし、大事だったし、大切だったんだなみたいな、うんうんうん、それはもう見てる我々もそうじゃん、うんうん、もうこのオーディションじゃないとありえんみたいな感じじゃんね、うん、そう、本当なんか本当素晴らしい世界だなって思うね。ね、社長がなんか頑張って1億円いやもっとそれ以上か出してくれてよかったね、うん。お金の話。いやでもそうよ、もうね、まあ、現実問題さ、やろうと思ったってやっぱお金がないとできないしね、うん、だし結局、うん、まあちょっと日本の事務所は私分かんないから、韓国の事務所の話とかするとやっぱりお金持ってる事務所ほどやっぱいろんなことできてるからさ、うん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 、結局何かを成し遂げたいってなったら力つけてめちゃくちゃお金稼がないといけないっていうやつだもんね。そうだね。足のマナだよ。なんか最後そんな感じになってしまったね。いや確かに、まあどんだけ逸材とかね、人材が良かったってやっぱね、お金ないとクオリティとかね、やっぱ見せれるものもね、ほんと限られるしね。で、まあ、インタビュー的には次がリュウちゃんで、まずリュウちゃんのちょっと風貌が、髪の毛のふわふわ具合がすごい可愛いっていうね。いや本当だ。なんかちょっと可愛いよね。可愛い可愛い、ちょっとなんか可愛いね。なんかふわっとしてる感じがいいよね。うんうん、本当に人ってこんなに短時間で変わるのかって思わされた。一つのオーディションでこんなにも泣く回数が多いオーディションは、後にも先にもないし、こんなにも多く悩んで考えてすごく幸せになってというオーディションがなくて、大切な仲間に出会い自分自身も成長っていうテロップね。もうリュウちゃんが涙を拭ってよ、半袖で。それで本当にありがとうと思えたオーディションだった。すごいね。やっぱさ、心の中のなんか胸の内とかを話すとやっぱ泣いちゃうよねみたいな。
すごい最後目頭トゥントゥントゥンって押さえてたね。ありがとう。かわいい。なんかいいよね。まださ、こう多分慣れないんだろうね。きっと話すことが内面のところとかを。だからどこかそこを泣きながらそわそわしちゃうみたいな感じがさ、動きに現れてて、うん、頭をこうわーって触ったり。なんかちょっと落ち着きない感じがすごい等身大のリュウちゃんって感じでめっちゃ可愛いわ。わかるわかる。なんかそうだね、 あれだけさパフォーマンスしてる時とかかっこいいのに、やっぱこういうところはね、そのままの年齢の感じのリュウちゃんだよね。もうさ、もしかしたら今ちょっとこういう感じのインタビューとかあったらもう堂々としたやつなんかね。いやそうだよ、もうその胸板もがっしりしてグッてさ、うんって言ってちょっと大きめのリュウちゃん。いや今もめちゃくちゃ可愛いんだけどね。これはこれでちょっとやっぱ保護というか保存しときたいね、やっぱりね。うん、この時のリュウちゃんはこの時だけのものだからさ、やっぱり。そうなん、尊いよね。うん、尊い。このポケットに入りたいよね。どういうこと？みなみくんの恋人ってこと？笑って今ヘッドホン外れたんだけど。だよね。みなみくんの恋人ってさ、私見たことないし、なんかネタで、うん、ネタじゃないけどさ、なんかなんか知ってるんよ。やめてよ、もうとりあえず面白いから。でもリュウちゃんはさ、この一つのオーディションでこんなにも泣く回数が多いオーディションは後にも先にもないって言ってるけど、まあ、しかもいい涙だからね、いいよね。うんうんうん、確かに確かにそうだね。なんか怒られてとかそういうのじゃないもんね。そうそうそう。とかなんだろう、もう自分じゃどうしようもできないなんかとかあるじゃん、よくオーディションで。うんうんうん、ゲームで決まったチームとかさ。やめてよ。ゲームで決まった曲とかさ、なんかちょっと余計なストレスだもんね。なんかさ、自分の意図しないようなやつ。うん、うん、そうだね。なんかやりたいのがなんかできないみたいなね。まあ別にザストもその例えば合宿の前のやつも自分でさ曲選べたわけじゃないだろうから、うん、まあ、そういったなんかこっちが良かったなとかあったかもしんけど、まあ、ちょっとなんかストレスの度合いはやっぱあの韓国オーディションとかはやっぱすごい強そうだなってなるよね。うん、そうね。投票してアイランドグラウンドとか分かれたりまで言ってた。ちょっと特定の名前ださんが。すごい金額かけてさ、山奥にさ施設まで作ったにね。そうだよね、何十億のね。いやいや、まあまあアイランドもねすごい好きなんだけどね。いやでもほんとさ、なんかすごく、なんて言うんだろう、リュウちゃんがさすごく幸せになってというオーディションがなくてって言ってて、うん、だからリュウちゃんもさ今までいろんなオーディション見てきてるのかもね。あーでもそれはそうかもしれんね。ね、だからやっぱり今まで見てきたオーディションはなんか自分にはちょっと合わないなみたいなのとかもしかしたらどこか感じてたりとか。あーそっか、うん、なんかあれだっけ、セントでいただいてたやつかもしれんけど、なんか社長がやっぱ2期を見た時に、あエナイフンの2期を見た時に、なんか2期みたいに韓国行ける人ももちろんいるだろうけど、それであえて活躍するのもすごい素晴らしいけど、親御さんが許してくれなかったり、なんか異国の地でやるっていうのはやっぱ自分にはちょっと合わないなっていう人もいるから、だからこそこう日本でやりたいみたいな感じのことを言ってたけど、うん、まさにそれがリュウちゃんぴったりみたいな。うんうん、そうだね。うん、っていうことを、まあ、これはコメントでちょっとその方が言ったのか社長が言ったのかちょっと分かんないけど、うん、でも確かにリュウちゃん、なんか才能的には韓国行けるよって思うけど、内面的にはもしかしたらちょっとこの段階では難しかったかもしれないね、うん、分かんないけどさ。うんうんうん、そうだね。なんかやっぱ自分に合ってる合ってないとかもあるしね。そうだね、結局合ってないことやってさ、うん、めっちゃストレスかかっても意味ないしね、うん、そう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 。だからみんなに言えることだけど本当にザストじゃないとみたいな。ね、うん、いや本当にそれは心から思うね。でもりゅうちゃんも言ってもさ、愛知から越えてきてるからさ、それだけでもなんかすごい冒険というかさ、うん、そうだよね、中2とか中3でさ、うん、14、15で、いやすごいよ、え、すごいよね、中学生でしょ。いやだってさ、最近まで4年生だったよね。いやそれるいくん5ね。やっぱ4年生の子が急にね、うん、なんか一人で東京行けるかみたいなとこあるよね。そうだね、最近まで4年生だったもんね。うん。いやそうだよ、だって言うてもね、そのまあ学業とかもありながらオーディション受けてみたいな、合宿受けてみたいなだと思うからさ、うんうん、なかなか大変だよね。ねえ、偉いね。あとやっぱりこう目をパチパチって
こうなんか瞬きも多く、涙時には半袖の袖で拭いながらっていうリュウちゃんがやっぱ愛おしいね。うん、愛おしい。結果可愛いってなるっていう。いや、そう結果すべてひとまとめにして可愛いってなる。そう、なんなんかねこの感じね。なんか最近さ、リュウちゃんのこういうさめでるみたいなところからさ、なんか雑談でそのさっき言ったエナイフの2期とかをなんか可愛いねとか言ったりさ、なんかどんどん伝染してってるよね。確かに。ヒロムとかさ。そうね、ニキリュウちゃんヒロムあたりすごい可愛い可愛いってずっと言ってるよね。そうなん、どうするとか言って。どうもできない、別にね。でランくんが過去の話で、僕が小中学校の時にクラスに馴染めなかったりして孤独だった過去について、まあ、話してくれてるんだけど、高校に上がって新しい友達とかも増えて、その頃ダンスに没頭していて、いろいろなところに行ったりとか、ダンスの幅も広がっていたんですけど、その時の自分が楽しくて気持ち的に浮かれて、ちょっとやんちゃだったりとか、あまり褒められるような暮らしができてなかったけど、夢見る気持ちを思い出させてくれたっていうテロップがね出てきてね、一か八か受けてみるしかないと思ってこのオーディションを受けた。最初は初めてのことも多すぎて自分で大丈夫なのかなっていう気持ちが強かったんですけど、ステージに立った時に楽しくて、ここしかないんじゃないかなと思う瞬間が多くて、落ちてもこれからデビューしたとしても自分がアーティストであり続けるということは諦めたくない夢を見つけたと。自分自身を最大限に出した自分をパフォーマンスで、日高さんにも見てくださっている皆さんにも本当の自分っていうものを見てもらいたいってとこだよね。最終審査は頑張りたいと思います。いや、なんかさ、ランくんの口から、まあ、過去の話とかもしてくれて、うん、なんかまあ小中学校は学校、まあ、クラスに馴染めなかったりとか、高校でまあ新しい友達が増えて、まあ、ダンスに没頭して、でなんかちょっとやんちゃしてたみたいな、うんうん、ランくんやんちゃしてたんみたいな。わかる、どれぐらいレベルのかわからんけどやんちゃしてたんだね。うん、なんか全然想像つかなくて、なんか今のランくん見てたら。で、まあ、ザスト、まあ、社長がさ開催しますっていうオーディションをね、開催しますっていうのをまあ見た時なのか、まあ、なんか夢見る気持ちを思い出させてくれて、まあ、一か八か受けてみるしかないみたいな。だから本当このランくんもこのオーディションやるって、まあ、出会ってないとまあどうなってたかわかんないって感じだよね。確かにそうだね。しかもさ、一か八か受けてみるしかないだから、もうあれなんかな、ちょっとわかんないけど、そのランくんの中でオーディションはこれ初めてぐらいの勢いだったんかね。あー、そっかそっか、そうだよね、うん、結構な覚悟っていうかね、あんま何回もない感じの雰囲気の言い方だよね。そうだね。しかもまあやはり地方組というかさ、地方出身者ってやっぱね、どうしてもオーディションって言ってすぐ行けるようなもんじゃなかったりするじゃん。もう物理的にこうなかなか行きづらいみたいな。うんうん、いや、わかるよわかる。やっぱちょっと普通にさ、東京にいて受けますとかの気軽さではまあないじゃん。うんうん、そうだね。なかなかもう距離的にもね、やっぱ労力めちゃ使うしね。まあ最初書類選考だから、うん、まああれなんかもしれんけど、でもなんかそもそも僕がみたいな、なんか行けるかなっていう、なんか気軽のなんかそのやっぱ気持ちの違いは絶対あるよね、そもそもが。うんうんうん、そうだね。あとやっぱりその周りの環境的にもさ、なんかやっぱそういうの受ける人とか少なそう、まあ、少ないっていうかね、まあ、東京とか都心に比べたらね、やっぱ、オーディション受けんのみたいなさ、オーディションのさ、確かに短さみたいなのも違うだろうしね。私なんか東京にいたらさ、あの子知ってるよみたいなあるよね、芸能人のあの子知ってるよとかさあるじゃん。なんか来て踊れてるのがやっぱそういう子いたりするから、あ、うん、このなんか身近にやっぱなんかすごい人いるみたいな環境で育つ人もやっぱ多いからさ、うんうん、そうね、触れられる機会とかね、そういうのにね。そうそうそう、熊本、そうね、まあ、いるとは思うけど、みくりんとか。懐かしい、懐かしいってか、みくりんよく出てきたね。熊本といえば田中みくりんだよね。みくりんだよ、みくりん。田中美久さん、 HKT のね、なこちゃんのね、なこみくの一人ですよ。じゃあもうみくちゃんがランくんがみたいな。もう今分からんよ、私はもう詳しくないからさ。うん、ランみく。ランみくダメつなげたら怒る。そうだね。どっちのファンも怒るから。すいません。まあでも本当にランくんもそれで出会っ、もうこのオーディションに出会ってここしかないんじゃないかって思ったりとかさ、デビューとかそんなの関係なく、もう自分がアーティストであり続けるっていうことはって言ってるから、もう本当にこの道で決めたみたいな、うん、そうだね。さ、ポケモンでさ、ワンツースリーっていうなんかオープニングの曲あるんよ、うんうんうん、最後に君に決めたっていうね、それめっちゃ今流れてきたわ。何それ。
まあだからランくんも、まあ、君に決めたって、うん、もうこの道だっていうのを決めたってことだよね。そうそう、ポケモンはもちろんポケモン個体に対して君に決めただけど、ランくんは俺の行く道は君に決めたってことだもんね。そう、何がそうなの。分からんけど、ポケモン分からんからさ、あんまり。ちなみにさ、そのワンツースリーさ、あの生田さん、乃木坂の元乃木坂の生田さんと、もう一人が松村さゆりんごさんがさ歌ってて、すごい声かわいい、うん、あ、そうなん。乃木坂、当時乃木坂だよね、その歌歌ってる時。うんうんうん、そうそう、乃木坂が歌っとったん、ポケモンの曲。なんかね、いろんな人が歌ってるんだけど、なんか乃木坂バージョンもあるんよ。そうなんだ。すごいかわいいよ、君に決めたみたいな。えっぽそう。何の話なの。こっちが聞きたい。ちょっと関係ないんだけどさ、このランくんの外羽いいよね。あ、確かに。これ自分でやったんかな、それともさ、こういうさ、あれなんかね、もともと持ってる良さをなんかワックスで生かしましたみたいなやつなんかね。いやー、でもどうだろうね、もともとでも結構縛ったりもしてたからな。でもなんかこの感じ、このブローの感じすごくいいな。なんか、うん、うん、なんか毛先パーマかけたんかな。あー、なるほどね。確かにブロー感はあるね。うん、ブローっぽいよね。うんうんうん、あと個人的にはなんかランくん、そのなんか個人的にはりょんりょん先生がさ、あのポップやめなみたいなそう言われて、この胸板というかさ、ちょっと痩せたとも言われてたし、まあ、胸板の筋肉がちょっとシュッとした感じがして、うん、なんか全体的にシュッとしたか、そもそもね。うん、確かに本当に顔周り、首周りとか肩とかね、この辺がすごい、もうちょっと前はがっしりしてたけど、いい感じにシュッとされてるよね、うん。まあ人にはやると思うけど、なんか個人的には結構いいなみたいな。うんうん、わかるわかる、好き好き。で次レオくんで、オーディション始まって、書類選考、二次審査、三次審査と来て、合宿に来て、僕の生きる人生の選択肢が A パターン、 B パターン、 C パターン、何万通りあったとするならば、僕はこの人生を選んでよかったなと思うくらい、ぶつかったことも仲良くしたことも悔しい思いをしたことも全てが宝物と、生きるっていいことだなと感じられましたし、死ぬまでこの感情はあるんだろうな、すごく大切なものになりました。このオーディションは僕の音楽人生の青春。なんかレオくんが生きるっていいことだなと感じられましたしって言ってるんだけどさ、なんかなんていうの、それってさ、結局自分がこう認められてる状態じゃないとなかなか出てこない言葉だから、本当にこのオーディションでそのやっぱ自己肯定感ってよく言われるけど、まあ、そういったやっぱり言ってもめっちゃ大切なことだからさ。そうね、認められる環境、なんかそのままでいてもいいんだよみたいな環境だったからこそ出てくる言葉なんだろうなと思ってさ、だから逆に言ってしまえば、その前の段階ではなんかどこかこう不安とか自分に対するなんかまあ焦りとか、まあいろいろこうレオ君の中でマイナスな部分が感情面であったかもしれないけど、だからこそこのありがたみがすごいわかるんかなみたいな、レオ君の中でね。うん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 、そうだよね。それでいて、まあ、自分のこともそうだし、だからみんなのことも自分の命と同じぐらいなんか大切みたいな、うん、全てが宝物って言ってるから、うんうん、いやすごいよね。なんか相手も同じぐらいのこ同じぐらい大事と思える素晴らしさねえ。それすえルフィポケモンの次はワンピースワンピースどうなっとる、マジすごいよね。いや、ほんとそんな感じだよね。冒険出してみんなでさ、あのトロッコ船、うん、船フロート乗るしさ、うん、確かにあれそうだね、確かに、うん、あとなんかその自分の生きる人生の選択肢がこの何万通りある中でこの道でよかったみたいなところも、うん、なんかそんなこと言ってみたいよね、この道でよかったんだみたいな、うん、いいね。何万通りあっても選んでよかったって言ってるから、まあでもそれって本当に良くないって言えないことだよね。 あの時ああすればよかったなとか、こうすればよかったなとか、あっちの方がよかったかなとかさ、なんか後悔してたらさ、もう絶対出てこないし、もう本当に、うん、もうこれだってレオ君にも、レオ君もなってるってことだよね、この道だみたいな、まあ、もしくはなんかさ、例えば後悔があったとしても、なんかそれすらも愛せる状態みたいな。ああ、そっちだね。いや、そうだわ。当たった。やった。正解。そうだと思う。いや、そうだね、そうだね。うん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 。いや、いいよね。なんか、レオ君も。でも、この時から結構やっぱいいこと言ってるなってなるね。うんうん、わかるわかる。本当レオ君の言葉でね。うん。で、以上でね。
今回も3人も進んで、なんかコメントでも3人も進みましたねみたいな、皆さんバグってる大丈夫と思ってなんか私麻痺してるかもみたいな言ってらっしゃったよね麻痺を楽しみましょうそうだねいやでもやっぱりさ、本当にこのオーディションの凄さがね、なんか一人一人別のベクトルでこういろんな視点で語られるけど、ね、うん、うん、すごいなみたいな、参加したいなみたいになるよね。うん、本当になんかこんな素晴らしい空間ね、今すぐ駆けつけたいって感じ。うん、今行けばやっぱりこうなれるこういう時代なれる、こういう状態になれるかもしれん空気吸ってパッケージ化してお金もらおう売ったやめて、まあ、だからさ、次の追っかけザストが楽しみだよね。そうだね